デュエルマスターズビクトリーは日本一決定戦オープンクラスファイナル、いくぞ、デュエルマスタート。さあ、これに勝った選手が日本一です。さあ、岩崎選手マナチャージターンエンド。さあ、続いて中川選手のターン。マナチャージ回転面上を再開してターンエンド。続いて岩崎選手のターン。マナチャージターンエンド。長いワンドロー、そしてアンタップ。さあ、1枚マナチャージ、2マナタップ。コスモポリタン召喚ターンエンド。さあ、岩崎選手のターン。ここで3マナ使いガンマの召喚。さあ、中川選手1枚マナチャージ、そしてここでマーシャルクイーンに進化、手札から3枚シールドゾーンへ、そしてシールドから3枚手札に、全てシールドトリガー。ザマルを破壊、ザマルを破壊、ターンエンド。岩崎選手のターン。1枚マナチャージ、そして4マナ使い回転人形ジェニー、手札見て1枚を墓地に。ここでクーランを墓地の振った。これでターンエンド。中川選手、まずはクリーチャーマナをワンタップ、そしてドロー。マナチャージ、3マナエナジーライト、2枚ドロー、1マナタップ、マスクベルに進化、シード1枚ブレイク、で2枚目。もう1枚シールドブレイク。ターンエンド、岩崎選手のターン。岩崎選手、現在マナゾーンにはカードが4枚、バトルゾーンにはクリーチャー1体、シールドは2枚。中川選手、バトルゾーンにクリーチャー3体、マナゾーンに4枚、シールドは5枚。1枚マナチャージ、そして5マナ使いシャイニーホール、ルナヘドイクをタップ、そして超次元ゾーンからドラビをバトルゾーンに、ドラビタ。さあ、 G0 でブラッディシャドウ、ジェニーでシールドブレイク。ここでアクアサーファー、アクアサーファーが出た、シュートリガー、アクアサーファー、ドラビタを超次元ゾーンに戻した。さあ、中川選手のターン。ここで2マナタップ、コスモポリタン召喚、1マナでマスクベルに進化、シュードブレイク。さあ、ブロックするのか。さあ、どう動くか。ここでブラッディシャドウでブロック。ターンエンド。さあ、岩崎選手のターン。
で1枚マナチャージ、3マナ使いタイムトリッパーをバトルゾーンに、で2マナ使いオーリエスをバトルゾーンに、中川選手3マナタップ、マーシャルクイーンに進化、2枚をシールドゾーンに、そして2枚を手札に、さあマスクベルでアタック、フォースのかブラッディシャドウでブロック、マーシャルクイーンでシールドブレイク、1枚ブレイク、そしてさらにもう1ブレイク、ここで手札から闇の残像バトルゾーンに、そしてでダイレクト、誰か決まった、優勝したのは中川選手、拍手。